ヘブン17は1980年代初頭にイギリスで結成されたシンセポップバンドヒューマンリーグを脱退したマーティンウェアとヤン・クレイグ・マーシュが並行して活動していた BEF プロジェクトでボーカルを務めたグレン・グレゴリーを誘い結成した。名前の由来は小説時計仕掛けのオレンジの一節から取られているテンプテーションなどのヒット曲を持つ。 1988年に解散しているが、1996年に活動を再開している。活動主体は BEF で、ヘブン17はその中で、グレゴリーというボーカリストを得て、自分たちの音楽を表現する際に使う名称という意味合いのことが、ウェアなどから述べられたこともある。BEF との活動協会は、比較的曖昧で、上記のように BEF に、 グレゴリーが参加することもあり、その場合は BEF のゲストという立場を取る。特に初期の Heaven 17において BEF はグループのプロデューサーとしての立場も担う。プロデューサーチームとしての BEF はティナ・ターナーの復帰シングルレ e ツ・ Let、s テ t a ギ t ザ g e r やソロデビュー当時のテレンス・ストレント・ダービー、実質グリーンアートサイドのソロプロジェクトとなったスクリッティ・ポリッティなどをプロデュースしたことでも知られるほか、 BEF 名義で多くのゲストシンガーを用いてカバーアルバムをリリースしたことが3度ある。サウンドは、いわゆるシンセポップが主体だが、ギター、エレキベース、ドラム、ブラスセクションなども用いることがあり、ロック的アプローチを取ることもある。通常、ヘブン17という名称は以下の3人のユニットとして捉えられる。ありがとうございます。